ビバリーヒルズチワワは2008年のアメリカ映画。クロエはビバリーヒルズの大豪邸に住む白いセレブチワワ。高価なブランドファッションに身を包み贅沢3枚の彼女は造園カサムの愛犬で、チワワのミックス、陽気な元のライヌパピの求愛には見向きもしない。化粧品会社のオーナーである飼い主ビブが出張する間、クロエの世話を任された名のレイチェルはメキシコ旅行に クロエを連れて行くが、クロエをホテルに残して遊びに行ってしまう。怒ったクロエはホテルを抜け出すが、犬窃盗団に刀剣場へ連れ去られてしまった。違法なドッグハイトを営む犯罪者バスケスは、クロエが多額の身の代金が取れる金持ちの犬だと見破る。バスケス所有のドーベルマンのディアブロに狙われて、絶体絶命の彼女を救ったのは、どこか影のあるジャーマンシェパードの元警察犬。 デルガド。彼の助けを得て、他の犬たちと共に、刀剣場を脱出したクロエだったが、泥だらけのボロボロの姿になった彼女は、馴染みのホテルからも追い出されての熟する羽めに。世話が焼けるクロエをうるさがりながらも、小さな彼女を放っておけないデルガドに守られて、遠いビバリーヒルズを目指すクロエの旅が始まる。その頃、パピは、レイチェルやサムと一緒にいなくなった。 クロエの必死の創作を続けていた。プライドが高く世間知らずのクロエは、見知らぬ、メキシコの土地で生き抜いていけるのか。そして、パッピーは、クロエと、再び出会えるのか。大友龍座郎江川久尾根本康彦川、竹尾落合工事を張り、万蔵入江高市青山城、伊沢正多田の傭兵落合留るみ渡辺明の、鶴岡里市の村。 ケンジカノ秋、チ花キタチバナノリンカメオカマミスギヤマダイ、アワノシモンシモヤマヨシミツカ、ヌカコミゴミマユコ、ありがとうございます。